まずはこちらをお聞きください。とても耳障りな音ですね。聞いていて非常に不快になります。これらの音は見てお分かりの通り、鍵盤上で全ての音が隣り合っています。それではちょっと音の距離をとってみましょう。いかがでしょうか。先ほどとは逆に心地よい演奏になりました。このように音楽上では音が隣り合うと、どうしても音同士が喧嘩して耳障りになってしまうことがあります。人間関係においても常に友達と一緒にいると自然と喧嘩をしてしまうものです。良好な人間関係を築くために時には相手との距離を取ることを覚えていきましょう。